かわいい。こんにちは。なんか危ないな。なんかチカチカせん。電波やったらいいけど、バンされたりしてないか。なんか危なくない？チカチカしてない？いけてんのかな。ほら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 、もう5時やけどな。電波やったらいいけど。あー、ここまで積み上げてきてな。なんかバンとかやったら、ほら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 、嫌な予感。どうもこんにちは。眠たい。さっきまで10分寝てた。なんか友達のお母さん来てたから、そう、ちょっと違う部屋行ってて、私はなら、で公演の練習してて、で眠たくなって、カジュパしてたら眠たくなって、で寝て、眠たかった。なんかアンニュイってさ、ニュアンス変わりすぎてさ、またわからんくなる。どういう意味？なんか元の意味からめっちゃ変わってない？どういう意味のアンニュイか知らんけど。撮ろうか迷ったけどやめた。あの星で何も読めないっす。やめたーい。それで課題持って帰るの忘れた。しかもな、答え1個あればまだギリ国語だけはいけるかなって感じだったんやけど、課題の答えも忘れた。でも誰かしらさすがに答えくらいは持ってるはずやから、誰かに写真送ってもらおうかなと思って。まあでも忙しいしやるんちゃうんとか思って。
でもやりたかった、英語とか進めたかった。急いで帰ってん今日。取りに行きたいな。部活とかやってないんかな。教室入ってないよな。守備欲って何？分からん。漢字からも読み取られ。なんやろ。今日さ、あ眠たい。今日さ、あうまく。なんでそうなったんやろ。まあ後で調べればいい話なんやけどな。これをな、あの、覚えとくのがめんどくさいねん。配信してる時って携帯触られへんやん。タブレットでやったらコメント全然見えへんねん。でコメント見える位置でやったらここら辺のドアップになるからめんどくさいっていう。なんかさ、昨日のさ出てきたさ4文字のさ英語のさあれも調べようと思ってメモできてないから覚えてないね。なんか P なんたら ET みたいなやつ、どうせ誰も覚えてないと思うけど、あれも何か何って聞いたけど言ってくれんかったから調べようと思って、でメモなんかできんからさ、こう書くのめんどくさいねんな。測点覚えてないわ。もう16の測点若干横に行ったんか。けど横に行った分足はまっすぐ上がったんかな。じゃあまあでも分からん。 TPSO これどけんのが邪魔やねんな。もうスペースないねんな。 TPSD ん PTSD寝たいな。今日はなんか何年か知らんけど、私が友達とゆっくり歩いて帰ってきてたら、なんか話しとんだ。コメント見たら分からなくなるね話。なんか友達とゆっくり帰ってきてたら、なんて言うと思ったっけ。もういいわ。トラウマが急に出てくるやって。でもさ、トラウマなんかさ誰でも悪くない。そんな私の場合もいっぱいあるけど、そりゃいっぱいあるやろ。そりゃなんか昔までさトラウマはない派は全然ようわからんかったん。あの嫌われる勇気派、あれなんでって思うくらいやったけど、若干分かってきたかも。確かにトラウマはな、次同じことに遭わないために合意してるだけにも思えてきた。確かにねって
今さら。これ読んだっけ？まあ、読んだ気もするな。読んだと思う、多分。心理学士やって。心理学士ってすごいな。心理学気になるけどさ、そう高校とかでさ心理学勉強するってなってもさ、使われへんかな。心理学できる人ってすごいいいなって思うんだけどさ、そんな独学で勉強しようやってなるかな、したらよかったってなるかな。最近めっちゃ咳出る。なんかマスクしてる時にさ咳したらさパコパコなるからさ、いや。ペンギン先生に貸してもらった本は結局買わんかったんか。クマさんのだけ借りたんか。買わんかったんだ結局。でももう一回読みたいから買おう。なんて本やったっけ。なんて本やったっけ。なんか結末だけ覚えてんねん。いや覚えてんねん内容は。けど名前が何やったっけ。あれとアイドル資格となんか混ざってたこの前まで。心理学取った人、え、ちょ聞かせてや。気になる人の心理が知りたいという。へえ。でどうやった？ちょっと詳しく聞きたいんですけど、お話し会とか来てくれんかな。えお話し会とかのさ受付ってもうないん？4時受付25日の。なんでこういう情報をちゃんと共有してくれへんやろな。え、じゃあ3は3はいつ。8まである。もうそういうのさ全体で連絡入れてほしいわ。え、さんってもしかしてもう終わった昨日。もう今日の12時まで。なんかなんで教えてくれへんやろな。あ、みんなじゃないで、あの全体でさ共有してくれたらいいのに。まあ別にいいけどな。だってさ X をさちゃんとアカウントもらってたらさ、みんなのさやなんか3時受付ですよっていうのも見えるしさ、見れるけどさ私は入れてないからさ、てかもらってないからさ入れさせてもらわれへんやん。
なんか嫌やな。なんかもうちょっと言ってくれたらいいのに。だって絶対見ひん人もおるやん、見ひん人もおるやん。公式サイト見ひん、グッズ出たかなはたまに見るけど、逆に公式サイトってなんで見んの。毎週木曜から金曜、毎週なんか一人でめっちゃ喋ってるやん。愛せ欲しいら愛されればいい、なんで書いてんの。え、みんなは公式サイトに何を見に行ってんの。グッズ出てない写真はさ、投稿したらあかんから、グッズのとこ一瞬は見ようって、何週間に1回とかやったらあるけどさ、やろう、めんどくさいやろあのシステム。なんか配慮がないよな、そういうとこよな。もっと分かりやすくしたらいいのに。やろう、ファンの人も絶対いるやろ、だって終わってんねんもん。なんであんなんなんやろな。私がやってあげたいわ逆に。絶対私の方が用できる。だって明らかやりにくくない。しかもそれは告知もせえへんしさ、やっぱりみんな思うよな、見にくいよなあれ。なんでなんやろ、もっとやればいいのに。うん、セーラー服はな出たなって思った。なんかリサちゃんがグッズのやつ見てたからそれ見て知ったけど、写真を今投稿するの分けんのめんどくさいからやってない。めっちゃめんどくさいよな、なんでやれへんのやろ。そんなんやから増えへんじゃないん。古きないん。え、アンジュさんのセーラーめっちゃ可愛かったよな。私も見てるよ。あのグッズのとこを公式から開いたんじゃなくて、サイン書くときにたまたま一番上にアンジュさんがおった。可愛いと思って、で自分のサインのとこにもバラ書いといた。アンジュさんのなんかバラがありそうなさ顔してたからさ、よう分からんけど可愛すぎたから自分のとこにバラ書いといた。かわいいアンジュさん。あ、キューキーが投稿してる、うん、LINE とかあんの。しかもショールームって LINE って言ってかったっけ。欲しいならんかったらいけんのかな。なんでなんやろな、もう私がやってあげたいねんけど、そんなんやったら私パソコン勉強してやんで。全然代わりやるで。いや学校行ってる時間は無理やで、そらなんか連絡とかそんなんは無理やけどさ、連絡をやってもらってちゃんと仕事してもらって、え、ホームページ作るぐらいやったらさ、めっちゃ勉強してでもやんねんけど。え、だって見にくい方が嫌やん。そんなだってそれのせいでさ、それのせいとは言わんで自分のせいやと思うけど、なんか見られへんかって終わっててできひんかったってなったらさ、その分あればさ、ちょ一瞬でもさ長くなるわけやん。なんかそういうとこやな。いいで別に私のせいないから。やりたいねんけど、そのくらいやったらなあ。ほんまになんかさ、ルールに固執されるのってどうなん、されすぎるの。そんなさ、髪の毛染めないといけないです、髪の毛を染めてはいけないですよとかさ、制服を着ないといけないですよとか、制服のボタンはここまで締めましょうねとか、スカートを追ってはダメですよとか、そんなん当たり前やん。そのぐらいやったら別にいいやん、ちゃんとした規則なんやから。けどさ、なんか今までこうやってこうやってこうやって来てからこれはこうしましょうねみたいなやつをさ、やりすぎるのってどうなん。なんかさ、そういえば何やろな、
例が思いつかんけど、なんか例が思いつかんけど、 SNS は今までこうやってオフィシャルはこうやってやってきてたのでこうしましょうねやったら伸びるわけがないやん、今までと一緒なんやから。なんかなんでなんやろな、変えな無理やろ。だからアーシャとかもさ、いつも変えてんじゃないん、顔が変わってるとかもあるやろうけど、成長して、それ小6が高校生とかなったら顔変わってるから撮るべきやと思うけどさ、それの撮り方とかを変えていってるのは何の理由があるのって思ったらさ、結局はあれじゃない、時代の変化につれて変えていくためじゃないんって考えたらもっと変えるべきじゃない。なんであんなあんなん、絶対変えた方がよくない。そんな忙しいんかな。まあ人が少ないのもあるやろうけど、じゃあもっと入りやすい、入りたいと思えるような職場を作ればいいのに。作ればいいとか言って簡単に言ってるけどな、私も。でもそうするために働きかけることは必要じゃない。だってさ、例えば髪の毛が綺麗になりたいって言ってる割にさ、髪の毛乾かさんしさ、オイル塗らんしさ、アイロンもせえへんしさってなったらさ、美容室も行けへんしさってなったらさ、やる気ないやん、もう綺麗に。でもさ、髪質が問題やったとしてもさ、ストレート当てられへんかったとしてもさ、オイル塗ってみようとか、なんか食べ物気つけてみようとか、そういう働きかけもしてないのと同然やん。今は髪の毛で例えたけど、絶対だってやらなか終わらんくない。やってマイナスになるかもしれへんけど、ほんなもう一回変えるしかないやん。だって変化するもんやで、人間なんか。変化せえへんわけがなくない。っていうか変化せえへんかったら取り残されていくだけやしな。取り残されてる人何人も見てきてるからな。そんな長いこと生きてないからお前が言うなよって思うと思うけど、だってな、昔のさ、考えずっと持ったさ、ご高齢の方とかがさ、これはこういうもんなんだって言ってもさ、今の時代の人に受け入れられてるかって言われたらそういうわけでもないやん。職場でもそういう人ってあんまり好かれてないやん。ってなったらさ、変わっていくべきじゃないん。変わらない意味なくない。変われって言われに変わってなくない。ほんまに、なんなんやろな。私がやってあげたい、ほんまに。やってみろやって言うやろうけど、思うやろうけどさ。なんかな、取り残されてるって分かってないんかな。やれ言うて。できてないのってやっぱり自覚ないよな。私もわかるよ。私もそういうの全然できる人じゃないし、こうやればいいやんとか言われるのめっちゃムカつくし、お前がやれやと思うし。そんなんな、なんかなあ、分かるよ、言われるの嫌やし、こういう人めっちゃ嫌いやし、分かるけど、働きかけるくらいはやらなあかんじゃない。やってるんかもしれんけどな、見てないだけで。でもやらなく終わらんくない、悪い方に行ったとしても。変わるもんやしな。でも分かるよ、私も変化を恐れるタイプやったから。でも昔よりはマシになった。だってさ、大阪から世界にって言ってる割にさ、写真変えただけやん。写真変えて、アイコンみたいなの変えて、それで限界やったんかな。ほんまにそうなんかな。もっとできることなかったんかな。もっとメンバーが意見を言えるような場所を作ればいいのにな。っていうのはな、思ってもな、結局な、私がどんだけ言ってもどうせ変わってくれへんし、人間なんか変わるもんじゃないし、から自分で変えるしかないねんけど、って思ったらもう自分一人でやった方が楽ってなるねんけどな、結局最終的に。だって変えるわけがないやん、自分がどんだけ言っても。これでさ、まださ、キャプテンとかのさ、
かりんさん全体のキャプテンとかになったらさ言えるかもしれへんで、しかもちょっとはうんうんってなるかもしれへんけどさ、こんな人間がさ喋ったところでさ説得力もかけらもないしさ、結局は信じひんわけやん、お前が言ってもなってなるわ絶対。なんならさっていうか普通に私が言っても人間なんか変わるわけないし、誰が言っても人間なんか根本的には変わらんしって思ったらもう自分がやるしかないやろ。いや別にカリさんに言ったらいいわけじゃない。もうだってどうせ言っても変わらんやろ、変えるって言ってもまた表面だけやろ今みたいに。なんなら言っても意味ないよ、どうせ変わらんねんって人間なんか。あなんかあった、うん別にあのあれお話し会の受付の日数とかを、日数っていうかいつからとかをなんで共有してくれへんねやろメンバーにっていう話から始まった。3が終わったって言って、でみんな公式のサイトとか開くって聞いたら見にくいって言ってて、ならみんなって言ってもなこの数人しかコメントできてないから知らんけど、まだこれもあれやん、何だっけソーシャルバブルみたいなやつ、自分の近くにある情報しかみたいな、もうあると思うけど、あると思うけどさかな、こういう風に思っている人がいないわけではないやん。考えたらなっていう話だから、別に何かがあったわけじゃなくてどうなんっていう。なんか自分って何が向いてんのやろな、こうやって何があかんかを考えるのはできんねんけど、結局さそれをどうすることもできひんやん、からそれは自分の課題だと思うけどさ、何が得意ならな、でもこれが得意に入るのかもしれんし、分からん。日直の仕事重すぎん、え、どういうこと、え、サイトの管理ってことを日直ってこと、えぐない、それはほんまにできひん人とかおるくない、それは無理やと思って、さすがにこうやりたいっていう人にやらせるとかやったらいいと思うけど、ほんまに SNS 無理な人もおるから、私ももともとめっちゃ無理やもん、ドロップボックスとか開いたことないみたいな人にさ何の説明もなしに急に始まるやんっていう感じの人もおるから、んちょっと優しさないんかなって思っちゃうけどな。さすがにドロップボックスの見方を教えらんでもいいと思うけど、さすがにそれは調べてもらったらいいと思うけどさ、いや公式じゃないけど、あのなんやろ、サイトを作ろうと思ったことはあった、あれよ、出てこへん、なんか調べたら出てくるやつ、え、そうやねん、作るのは簡単やねん、だから作りたいって言ったけど、うーんって流された、またやる気ないやろほんま。結局どうなったんかも知らんもん、やらせる気ないよな、え、なに、何もやるなってことで、やらんかったら怒るやんか、何も伸びてない、成長してない、え、個性やねんこれが、私のこれくらいしかできひんから、自分にできることをさ、これをやりたいって言ってさ言ったのにさ、うーんで終わりやで、やらせる気ある、ほんまに、あるなら結局どうなったかくらいは言ってくれてもよくない、
で勝手に作ったらもちろん怒られるやろってなったら無理やって。もう悩んでる、やばい。今年の目標がもう書いとこう、ここに。去年の目標の下に。やろ、勝手にすんのはあかんやろ、怒られるやん絶対。それは絶対あかんやろだから言うけど言っても無理やから。だから誰に言っても一緒やって、結局一番上がそれないもん無理じゃない結局。だってもう直接一番上に言いにってそれやで、まあもう無理やろ、もう希望がないこっちには。なんかこんなんやから逃げる人が出てくんやろな、娯楽の方にさ。なんかやらかしちゃったみたいなのが出てくんやろな。だって順風満帆にさ、これをやりたいって言ってこうできますよかできないですよくらい言ってくれたらさ頑張ろうって思うけどさ、なんかそうもしてくれへんくてさ、結局何もできひんやんって怒られてさ余計にってなったら、そら逃げるのもわかるなって思ってしまうもん、こちら側としては。しんどかったんやなって思ってしまうもん、そういうのが出てたら。この人もやっぱりしんどかったんやな、そんなみんな批判してあげんでもいいのになって思ってしまうもん、こっち側の人やから。やめへんよ、あのやめる勇気ないから。あのほんまに心配しんどいてほしいのが、あのやめる勇気ないから多分やめられへんねんな私は。っていうのも逆に悩んでる。なんか SNS もさ、私怖いね、やめるのが。なんかこれもトラウマなんかなって思ってんねんけどさ、なくなるのが怖いねん。だから多分やめられへんから、それは心配せんといてほしい。ほんまに意外と長くおるかもしれんし、やめるってなるんやったらめっちゃ楽しかったで終わると思うわ、さすがに。なんか楽しかったで終わりそうな気する、さすがになだってハチキこんなに好きなんやからさ、最後ハチキでわーってさ楽しくさ遊んで終わったらさ、それに楽しいってなるやろうし。だからしんどいでやめるは今のところはないと思うで、でやめそうやなって思うと思うで今はほんまに大丈夫やから心配せんで大丈夫。え、そう、成人式の晴れ着も着たいって私も思ってるから、あのほんまに卒業は心配せんといてほしい、大丈夫やから。あの勇気がないのってだけ覚えといて、何があってもほんまに何があっても辞める勇気はないから。だって私は勇気がなくてここに入ってきたって言っても過言ではないもん。私に勇気があったらもうおらんと思うで、ここにっていうくらいの勇気のなさやから。これがひっくり返したら長所でもあるし短所でもあるから、いいこともあったしな、勇気なくて。からほんまに卒業はせんで大丈夫、あの心配せんで大丈夫やけど、やっぱりそうでなーって思う。卒業とか不謹慎なこととかなー、やっぱりしんどいよねーってなんかテレビとか見てても思うよな。しかもさ、自分レベルやったらまだまだなんやろうけどさ、もっと上の人ってもっとしんどそうやからさ、
そうなったらな、もっとやっぱりしんどいよな。そんなこんだけしんどいの我慢して頑張ってきたんやから、そこまで一気にさ叩いてまとめて批判せんでもいいんじゃないってめっちゃ思うねんな。解雇とかされてる人なんかそんな怒るってめっちゃ思う。昔は別にそんなことなかった、ふーんとしか思ってなかった。別にヤジを飛ばすわけでもなく、いいやん別にって思うわけでもなく、ふーんとしか思ってなかったけど、こっち側に来て分かった。ベクトルが違うけどな。けどなんでそんな言うのって、まあ知らんからなんやろうけど、これを やったらって思う。できひんやろ、そもそもここに入ることすらできひんやろって思う。入ってしんどい無理やめるもうできひんかったんやろって思うから、そんな怒るんやったら言ってみたらって、絶対応募してみ落ちるからってめっちゃ性格悪いけど思ってしまうから、うん、なんかそこまで責めんでもいいんじゃないって。悪いことしたんやったら悪いことしたんでさあるやろうけどさ、なんかその収容される人とかもさ、なんか一概に悪いと私は思ってなくて、なんかそれこそさ家族を守るためになんか刺したとか言ったらさ、もうしょうがなかったやん、しょうがなかったやんってなるやん。そんな言ってもしゃあないけど、なんか普通にさ楽しんでやってたらもう持ってのほかやで、けどそういうさしょうがなかったのでさ言ってもさしょうがないやん。なんかそんな悪いかって思うけどな。お悪いんやで、悪いけどそうするしかなかったし、私じゃないで、しょうがないのになって思う。まあでもこういうのをまとめて世界は不条理ですよね。15歳が言うなよって感じやろうけど、でも逆に言うと15歳にそう思わせてしまってる世界はどうなんって感じやけど、そういうもんやろ。結局気にした方が負けやろ。気にした方が負けないけど、なんかな、それで別にそこまで思ってなかったのにみんなが悪く言ってるから、そうだそうだの人もいっぱいおるし、なんかな、私が大人の人たちにこんなに怒りを寄せているのは、あの SNS の人はあんまり関係ないけど、なんか最初は多分信頼してたんやと思う。だってさほんまにこの人生終わらせようかなくらいのさ時期にさ応募してさ受かってさ、これからもちょっと頑張ろうかなってさ、もうちょっと行きたいと思ってさ、そら希望を持つやん。自分がここにおってもいいかもしれへんって思うやん。その状態でさおったらさ、やっぱり大人って選んでもらったわけやから信じるやん、そんなん。だって12歳やで、なんなら最初の方受かった時はまだ11歳やで、信じるやんそんなん。絶対無理やってなあ、そこまで信じてしまってたからさ、だから今こんなに最低な人間に見えるんやろなと思って、だから私は信じた方が負けやと思ってる。っていうことに15歳で気づけたって思ったら、あれも良かったと思うけどな。
いい思い出なんかなとは思うけど。結局自分の強みって何なんやろな。極端やけどな、大人たちを。ほんまに落ちたらな、終わりでいいかなって思ってたから、まあ、それも勇気がなかったから最後ここに逃げたっていうのもあるけど、まあ11歳やからな、とりあえず11歳やからな、11歳やからここまで極端なんもあると思うけど、だってそれ以外の選択ができひんかっても15歳やから小5やで、ほんま小5やで、小5やで、ほんまに公園で鬼ごっことかしてるくらいの年やで、ランドセル背負って信じるって、そんな信じひん方がな、ど大丈夫ってなるもん。そうだね、今も女学生やで、信じるよね、そういうもんだよね、信じるのが良くないって気づけたことに感謝ですね。足折りさんと目が合った、目は合ってないけど可愛い。あ、そっか、私は今見上げたらメンバーがいるんだ、ここにも貼ろうかな、じゃあ。うわ、なんか見上げたらメンバーおる、めっちゃいいな、貼ろうかな。片付けちゃったっけ、あと残りだって 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚くらいしか貼ってないな、あそこ。え、なんか見上げたらみんな笑顔な、めっちゃいいな。え、めっちゃ良くない、なんかいいな、貼ろう、上に。卒業した先輩は信頼できる人、大人は2人、その大人2人誰やろな、めっちゃ気になるな。え、地味にあそこアンジュさん貼ってないね、あのほんまに上から撮ったから。なんか上見たらメンバー全員笑顔な、めっちゃいいわ、貼ろう。気分が落ち込んだ時は上を見上げることにしよう。逆に泣きそうやな。信じた方がいい時もあるのもわかるよ、でも私はもう期待しない方が楽やと思う。人間ってやっぱり楽な方選ぶやん。オタの発想、いや、オタとしてのあれじゃなくて、なんか仲間がいることを思い出せる気がする。そう、こっちまで貼ったらあのくどいかなと思って貼ってないねんけど、ハロー天井かリビングやばい落ちてくるやろ寝てたら。なんか一人でおったらさ、敵のことしかさ考えられへんやん、やっぱりなんかマイナスの方に行くやん。の話してる時にもしおりさんと目が合ったから、なんかいいな、仲間で会ってほしいよな、やっぱり。っていうのもまた信頼してしまってるんやけどな、どうなんやろな。私は信じない方がいいと思うよ、楽やから天井に貼ってみる、めっちゃ夢出てきそうやな。もう最近クマさんも夢出へんくなった。ペンギンはたまに出てくる、そういうもんよな、全部終わるもんな、なもんよな、全部永遠に続くわけがないもんな。昔楽しかったこととかって今別に楽しないしな、友達と遊んだ記憶なんか別に今宝物ではあるけど、もう一回いいとも思えへんし、別にその子が一番楽しかったっていうわけでもないし。
信用されるのめっちゃ嬉しい、ものすごい嬉しい。え、そうやで、いい方に行ったらラッキーくらいに、え、そうやね、それにしたいね、私は。それが一番楽やから。ストレス発散法基本ないけど、一番手っ取り早いのは人と話すこと。話す人がおらんからない。いやー悲しいですね。めっちゃ信頼されるの好き、信用か、好きっていうか嬉しい。だからこそ信頼されてたのに今はあの子のとこ行くんやって思ってしまう。え、48枚、え、それは意識して、そんなやってくれた、すごいな。しかもラミネートして、すごいな。丁寧、山田でございます。めっちゃ丁寧。最近思ったのがさ、1年の時は担任の先生さ、黒島割と頼ってくれてたの。まあ距離があったからかもしれへんけど、でももう今になっては他の人に言うねん、頼るねん。私のところにはもう来ないの。すごい、そんなちっちゃい3あんの。そうだから、なんか信頼されてた時期もあったなって最近思う。まあいいけどな、別にどうでも。基本黒島は自信ない人やからさ、この人に信頼してもらってるとか絶対思われへんねん。けど信頼してもらって出たらすごい嬉しいから、これ手伝ってとかこれやってとか言われるのめっちゃ嬉しい。だから新聞もやるの嬉しいねん。なんかだから率先して背景っていうか枠組みを書いて送ったんやけど、あれめっちゃ嬉しくて、なんか それこそ所属感になんねんけど、なんかめっちゃ嬉しいねんな。わかる？頼られたいっていうか、なんか必要とされてる気がする。勘違いかもしれんけど、なんかその共同体の中の一つになれたっていうか、人間でいうところの一つの細胞になったっていうか、なんかそのものの一部に溶け込めたような気がして、だから嬉しいからもっとやりたいなって思うし、やってって言われたら嬉しい。なんか別にやって感謝されるのを求めてるとかでもなくて、ただそこにいられることが嬉しい。そう、スワンボートの時もそれやねん。できて嬉しかった。みんなでできるのも嬉しいし、やったらなんかその共同体を感じるというかっていうのも嬉しいから、楽しかった。みんなでやるの好きやねんな。だから信頼されるのは嬉しい。難しいね、そういうもんだよね、人間だもんね。心配なる。まあどうにかなるよ。
そう、ハチキでご飯行ったのも楽しかった。あれ誘ってくれたね。私写真投稿せえへんかってもめっちゃ写真撮るで。っていうか投稿せえへん写真の方がよう撮ってんで。もともとそういう人間やねん。なんか形に残らないものを写真に撮りたいっていうか、その時に吹いた風とか匂いとかを残したいから覚えてるうちに絵を描きたいねん。けど準備するのがめんどくさいっていう。いや新聞って欲しいなんの？むず基準。公園も楽しい。まあ待ち時間が長いとしんどいけどな。体力的にじゃなくて気分的にいろんなものを見てしまうから。見なくていいものを見てしまうから悩むんやろうな。だからといって視野を狭めるのもなーって感じやから。の新聞ってなんで欲しいなんやろな。ブログに？じゃブログもな、なんか腰ややこしいねんな。昔ようやってたなって感じなんやけど、あれ難しいねん単純に。なんかいろいろ送るとこがあって難しいねん。とりあえずややこしいねん。からちょっとブログはな、 SNS が多いからこそ難しい。分からへん、もうどれがどれか。だから私間違えてさ、モバメをさ、あの第何回みたいなやつをさ、書いたやつをブログに投稿しようとしたやつだけやったもん。難しいねん、なんかどれがどれか。そうね、あ、おった他にも。じゃ難しいねんな、そこが。あのルームスとかやったら自分でアプリであるから分かりやすいねけど、ブログってなんか運営側がやってるねん。でもまめも一緒やねん、それは全員一緒やねん。だからなんか難しいねん、とりあえず間違いやすいからブログはもうやってない。ただややこしいねんな。ややこしくなかったら書くけど難しいねん。あー見た見た、ルームスに投稿予定の動画を。あれやろ、これのやつやろ。あれめっちゃ前に撮った、めっちゃ可愛かった、ウィンクしてた、可愛い。ルームスアプリあるけど、私はウェブのとこからも開いてる、両方できる。投稿するのはアプリからできひんはず。配信するときだけ。サファリから開いてる今は。そういえばコメント見てないな。なんか難しい。いやインスタライブは見てない。インスタ入れてない。あれもやりたいのにさ、できひんねんな。あれ誰に言ったらいいの？なんか誰に。たらやらしてくれんの？ブログのコメントも跳ね飛ばされるときある。そうなんや。コミットこと書くともうダメかな。あかんらしいな。だから SNS にトラブルが起きたらまず疑ってしまうっていう。なんかな、またですかって思ってしまうけど、そうじゃない時もあるから。でも疑ってしまうから。ちょっとな、いや若さなんか売りにならんやろ。いやアミタンほどさ、あんな赤ちゃんみたいでさ、ちっちゃくてさ、なあ子供って感じの子やったらいいと思うけどさ、こんなひねくれたさ中3の15歳なんかさ、何の価値もないやろ。って思ってしまう。もう若いで売られへんで、そろそろ無理やろ。
無理やろ。15で若いのはそろそろ無理やろ。いや今がいけても後々無理やろ。だから結局は探さなあかんね、何かを。だから困ってる。何もない若い以外何もない、何もないから困ってる。どうしようかなって。明日ペンギン来てくれるかな。近頃の子供大人ですな。でも思うわ、なんか何見て思った、小学生見て思った、どんなんやったっけ、なんかかな、今の小学生って思った時があった。何やったっけあれ、小学生見て思った。まあいろいろあるよね。どうするんでしょうね。若すぎるの邪魔？邪魔ではない。全然。いや、お芝居絶対向いてない。ほんまに絶対向いてないと思う。あの、一回全員がさ、全員がさ、なんか、あの、受ける時があって、セミナーじゃないけど、なんか、声出す練習みたいなとか、即興でやる舞台のなんかやつみたいなあってん。その時の設定まだ覚えてる。なんか学校の部活で倉庫が燃やされて、誰かが犯人で、なんか先生が負傷したんかなんかで、でなんかこの人はこういう立場で、この人が放火犯で、この人は先生のことこう思っててみたいなやつをさ、めっちゃ覚えてんねん。いや、やったねんけど、それで選ばれた人がなんかやるって感じやって、私はもう全然落ちたから、多分ほんまに才能ない、え、あの芝居は、からほんまにない、それはほんまにない、ほんまにないで、ほんまにないで。大人やっていうか、大人になりたいだけやろうけど、なんか外見がって感じやった。うん、なんかえってなった。何やってたんやったっけ。いや、内面が大人やなって思ったわけじゃないで、その見た目がないけど、おおってなった、びっくりした。すごいね、まだ小学生って。若すぎるのは邪魔じゃないよ、全然使えるけど。いや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 、ほんまに才能ないと思う。そんな声も出えへんし、芝居は向いてないと思う絶対。ペンギンと同じや、その人の気持ちなんかわからん。あの詩作った人のさ、気持ちになって考えましょうみたいなのを多分先生用の教科書に書いてやんねんな。俺もわからんって言ってたから、わかるわそれ、私もわからんと思って。わからんよな、人の気持ちなんて。結局は他者やしな。難しい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 。演技はほんまに無理、ほんまに無理。いや、絵描くの伸ばそうとかやったらまだわかるよ。でもな、好きなことは仕事にすると本当にしんどくなるから、私は悩んでる、ちょっとやるかやらないかやろう。いや、本とかはわかんねん、わかるっていうかなんか勝手に自分が書いて入り込んでるだけかもしれへんけど、歌とかもそう、自分が表現しやすいように解釈をちょっと変えてるけど、でダンとかもそう、めっちゃ自分に当てはめてやってたから楽しかったけど、わからんよな。 C とかも全然わからんよな難しいわ。
だからペンギン、あ、ペンギンも分からんねや、国語の先生やけど、やっぱり分からん、もう分からんよなってちょっと安心したあの時。懐かしい。あ、絵描くのはな、だってもうすでに好きやったけど、別に今そんな好きじゃないもん。得意って言われたら、うーんって言うし、だって自分より上手い人いっぱいおるもん。あやぴょんだけ上手いでって思うけどな。いや、詩はない。あ、でも選ばれた。でもあれは季語とかないやつやった。詩っていうか、あ、詩は長い方か、なんか五七五のやつの季語ないやつ、短歌書いて、なんか選ばれた、選ばれたっていうか順位に入った、上の方、小学校やけどな、小3とかかなの時にやった。ペンギンも人間やった。ちょっとなんか安心した。あ、川柳か、それ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 は、なんか入ったことある。なんかさ、俳句とかさ、詩とかさ書いてたらさ、なんかすごい自己嫌悪に陥るねんけどさ、どう？なんかすごい気持ち悪って思う。別に人が書いてんの見て気持ち悪とはなれへんねん。自分が書いてたらなんかきっしょってなるから嫌やねんな。めっちゃなんか気持ち悪ってなれへん？めっちゃ嫌じゃない？なんかキモってなる。キモない？普通になんか嫌じゃない？そんなことないんかな。めっちゃ嫌なんやけど、だから作るの嫌やねん、その詩書くのとか。めっちゃキモってなるから嫌やねん。好きじゃない？書いてる時すごい自己嫌悪キモってなるやん。絵日記はまた違うよ。だってあったことをな、ちょっと誇張して書いてるぐらいやから。え、キモってなれへん？へえ、まあ人それぞれやけどな、私はなる。昨日鉄棒したら筋肉痛。あ、目の前でやばい、絶対 S やろ。仕事終わった？おめでとう、お疲れ様です。え、そうやねん。だから今年のさ今年のさ、あの生誕のスピーチもさ、あ、もう今日全然あかんかった、どうしよう、めっちゃ怒られるかもしれんと思ってさ、ちょっとあーってなってさ、もう社内終わったからルート頑張らなと思ってさ、終わらせてさ、ありがとうございましたって最後舞台で言うねん、あの全員帰ってからお疲れ様でした、ありがとうございましたっていうとこがあんねんけど、あーもう終わった、やばいって思って言ってたら、なんかリサちゃんが、あ、こういうとこかん、あの共感してなんかうーんってなってたねんって。ほんまに？ってなんだかな、人によって違うんやなって思った。なんかな、ほんまにバラバラやなって思った。あー、モファミにもあんた撮ってんのかよ。そらそうか、あっちが1やもんな、こっちが2やもんな。よかった。去年のはもう覚えてないけど、そんな失敗した記憶はない。だってもう全部に感謝してたもん。今が違うみたいになっちゃう。ファンの方がこんなにペンライトの色も揃えて、ここでコールしようって決めてくれて、叫んで準備してくれて、前々からこんなにいっぱいボードにさ書いてくれてさ、感謝しかないやん。やし、メンバーもさ、みんなさ、この日のためにさ生誕のやつ考えてさ、これ出すタイミングとかさ、今までと違う、今までと違うとかやったことあるやろうけど、イレギュラーなこともさ付き合わせてしまってさ、やし運営の人とかもさ感謝するわけやん。だからもう去年はものすごい、もう全てが感謝やったね、私の中では。けど、あの
あのさ、今年はさタイミングがタイミングやって、去年もタイミングがタイミングやって、4月ってなんでなん、なんで4月なん、私の誕生日なんで4月なん、去年もいろいろあってん4月でも去年はいろいろあったからこそのあの感謝のスピーチやってん、感謝でいっぱいのスピーチやってん、去年はいろいろあったからこそな、でも今年は違う意味でもいろいろあったから、感謝がファンの方にはものすごい感謝してる、メンバーにも。でもさ、いろいろあったからさ、なんかさしきれへんねん、もうこっちもしたいねんけどさしきれへんくてさ、ちょっとタイミングと思って、もうちょっと早かったか遅かったらさもう感謝できるけどさ、なんで今なんと思って、このさほんまになんで今なんって思ったいや去年は逆に頑張ろうと思える感じのいろいろあってん、よくはないで、私は嬉しくないけど、嬉しくないことやったけど、それをバネに頑張ろうって思える感じやってん、いろいろあったねほんまに、大変やったで、半年悩んだもんいや半年まだ行ってないか、あだって4月からやもんな、4月7月くらい、3ヶ月か、めっちゃ悩んだでいや移動とかじゃない、先生らは移動じゃないけど、いろいろあってん、去年の4月もいろいろあったんですよ、3ヶ月悩んだんですよ、ずっと悩み続けたんですよ今乗り越え、完全に乗り越えられたかって言ったら別にそうでもないと思うけど、まあとりあえず一段落はしてるねん、3ヶ月で。7月頃に旅行行って諦めたかなって感じ、だからそこまでずっと悩んでたの、その時期にやで、4月からやで、いっちゃんピークでやで、よう生誕頑張ったよなって思ってる、しかも毎日配信もやってさ、大丈夫かって今思うけどほんまにさ、なよう頑張ったってな、なんでできてんのって感じ、なんでできてんのって感じこれすごいよなほんま、なんでその状況でさ毎日配信までさやり始めたのって思う、今になってようできたなってようできたよな、ほんまに何が、だって3ヶ月ずっと悩み続けるくらいのことが起きたんやで、そんなんでさ、なんで配信始めたのって今になって思うねん。でそれはさバネにしてさ、今となってはさ頑張ってさ、あのいけてるねん、あの今日頑張ったよな、ほんまにおもろいな、あのスピーチとかもさやってさ、結局それがあってさ感謝でさいけたけどさ、ちょっと待って結局ピークまで行く前に生誕やったんかな、ちょっと待ってな、うわどっちやったっけ、生誕の前にあれがあったのかなかったのかちょっと待って、どっちやったっけ、生誕の前に落ち込んだんかな、えどっちやろ、いやおそう前に落ち込んだと思う、だってなあ、ちょっとさ思ってたもん、めちゃめちゃ今日は幸せやけど、でもめちゃめちゃ今日は幸せやけどでもって思ってたもん、あの日4月14思ってたもん、えほらやっぱり生誕の前や、じゃあよう頑張ったな黒島よう頑張ったな、ちょっと待って、クマさん抱きしめてもいい、ちょっと待ってな、よう頑張ったな、ほんまに頑張ったな、なんでできたんやろ、え偉すぎるねんけどちょっと待って、よう頑張ったな、だからその時はあの2023年4月14日のあれはあの感謝で終わったね、結局頑張って、もう私は一人じゃない、大丈夫や、みんながついてるって思って頑張り始めたねんけどさ、なんか今年さなんかいろいろありすぎてさ、
しかも感謝の方にバレにとかじゃないもんだってできると思うで人によっては。私は無理なの、私は無理なの。だってさ、ルームス止められて、もめ取れられてさ、しかも止められてることに気づいてもなくてさ、アカウント X も戻ってきたと思ったらもう一回乗り上げられてさ、もうさ、なんかもうなあって感じの時に生誕ってさ、ほんま今ってなるやん。ほんまにおもろい。いやだってさ、しきれへんって感謝してるよ、してるけど今ってなる。もうちょっと早いか遅いかやったらもっとありがとうって思ってたって。ほんまめっちゃおもろない？めっちゃおもろいねんけど、なんで今。ほんまにおもろいな。ほんまにおもろいな。はあ。おもろいわ。よう頑張ったな2023年の黒島。はあ。そうやで。すごいよな、ちょっと待って。ほんまに、ほんまに、よう頑張ったな。今年はちょっと違う意味でね、いろいろありすぎた。喋りすぎて酸素が足りひんくなってきた。この映画を守りたい、おもろい。ああおもろ、ああおもろ。8月は8月でな、去年の8月はちょうど乗り越えたくらい多分な。私な、7月14の、 あの昇格したくらいでやっと切り替わったね。昇格して旅行して、よしもうしょうがない諦めろんやって、そのくらいに思って、大丈夫、俺がなくなっても他にもいっぱい仲間がおるんやし大丈夫やって、いっぱい私には守ってくれる人がおるって切り替えたね、その日に。懐かしい。そこでやっと切り替わったから3ヶ月で頑張ったね。すごない？何すごいよな。よう頑張ったで、毎日配信。なんであの一番ピークの時に配信始めたの？天才すぎんねんけど。乗り越えんのに3ヶ月はやばすぎる。おもろ、ほんまにおもろいな。よう頑張ったな、逆に3ヶ月も悩んで。よう乗り越えたでな。めっちゃおもろいねんけど。なんか振り返ると面白いなって考えたら、多分今も面白くなるんやろな。だって1年のあの悩んでた時もすごい面白かったもん、今考えたら。楽しかったよって思うから、多分何があっても大丈夫なんやろうけど。めっちゃおもろいな。なんで配信始めたんやろな。ちょっとその日の自分に動機を聞きたいわ。なんか続いててん、多分生誕直後は感謝が勝ってたんやろな。あんなにいっぱいやってくれてありがとうで始めたんかもしれへん。すごいな。で続いちゃったから10日くらい配信し始めて、用事ある日とかは朝にやってさ、で珍しく8時くらいに学校に着くっていう。うわ懐かしい。楽しかったな人生。楽しかったわ。もう、はあ、もう6時か。よう喋ったな。よう喋ったわ。おもろ、おもろかった。よう考えたら生誕この前やん、また4月やん、やば。もうだいぶ前に終わった感じでおった。ほんまにおもろいな。なんでなん、なんでやったん、おもろすぎねんけど。頑張ろうこれからも。うわいろいろあったな、いろいろあったな、いろいろあったな。あー昨日と今日公演なんで、なんでやろうな。あれちゃん新公演かなんかのあれを進めてんちゃう、知らんけど。いつから始まんのかな、初日とかまだ発表されてない、私も知らんねんけど。
私も知らんけど、どうなんやろな。今は乗り越えた渋滞？割と。もう夢に出てこないからな。いや待って、夢に出てきたわ。もう乗り越えてない、ちょっと待って、まだ乗り越えてない、ちょっと待って、やばい、まだ乗り越えてない説あるで。やばい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 、めっちゃおもろいねんけど、待って、まだやばい、まだ乗り越えてない、もしかして。え、乗り越えるってどうなったら乗り越えてんの？え、みんな的にさ、どうなったら乗り越えてると思う？え、待って、夢に出てくるのはさ、まだ乗り越えてない？え、乗り越えてる？さすがに。わからんわからんわからん。あー、夢見る感覚が空いてるなら。2日連続で見た。夢2日連続で見た。え、どうしよう。いや大丈夫、乗り越えてるはず。めっちゃおもろいな。あー、乗り越えてるな、確かに。話して笑ってるもんな今。じゃあ乗り越えてるか、よかった。3ヶ月で止まってたわ、さすがに。1年悩み続けてたわ、やばい、おもろすぎる。逆におもろいけどな。ほんまおもろいな。楽しかったよ、いろいろあった。でもあの時悩んでてよかったなって思った、今思えばな。あの時打たれててよかったなって、打たれ強くなったっていうのもあるけど、そのおかげで。けどそれ以外にも、なんかあの時言ってなかった、なんかやってなかったから、やってなかった、言ってなかった、してなかった、なんて言うんやろな、それがなかったからよかったんかなって思った。今になってもな、あの時は超やばかったね、しんどーって。おもろいわ。いや、そう考えたら黒島も成長したよな、もうちょっと認めてくれてもいいじゃない。いや、ファンの人は分かってくれてると思うけど、もうちょっとさ、もうちょっとさ、なんか褒めてくれてもいいんじゃない。成長したと思うんやけどな。乗り越えるきっかけだからあれよ、昇格よ、昇格してそろそろ諦めようってなった。切り替えななって。じゃあね、もうファンの人は分かってくれてると思うねんけど、ほんまに、え、成長したよな。なあペンギン、おい、老眼鏡かけて酔ってない？そんな老眼じゃないやろうけど、大丈夫？え、成長したと思うんですけど、どうですかね、まだですか、まだダメですか。え、もう十分成長したと思うんやけどな、まだまだあれなん、ペンギン、なんて言ってたっけ、そのペンギンが、黒島が成長したら教えてあげるって言ってたやつ、ペンギン目線、ペンギン、なんて言ってたっけ、基準、ペンギン基準や、ペンギン基準で成長したなって思ったらって言ってたから、まだその基準に達してないんでしょうね。なんで、なんでなの、もういいって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 、ほんまにもういいって、もういいって、成長したって、そんなん中学終わるまでに成長しきるわけないやろ。ほんまにさ、しかも今日もまたさ、さようならとか言って、なんか何あの人、人じゃないか、あ、新しいキャラクターが増えました、チンパンジーです。急に発表、新しいキャラクターが増えました、新キャラチンパンジー、誰やと思う、何の教科やと思う、チンパンジー。いや数学じゃないねん。いやだから数学はロボットやって、あのさ、
あれみたいな感じ、白い胴体の目クリクリのなんかモニターここについたさ、おるやん、あんな感じ技術じゃない。チンパンジー嫌かなと思って聞いてん今日ちゃんと。なんかチンパンジーさ、あの猿系はさ、そう AI みたいな猿系はさ、なんか言われたら嫌かもしれへんから今まであんま出したことなかったん。なんかあんまり褒められてる感じせえへんやん、だから言ってなかったけど今日本人に聞いてん、先生ってチンパンジーお猿さんって好きですかって聞いて、おおまあまあって感じやって、チンパンジーって好きですかって聞いて、おおまあまあまあって言ったら、友達がなんかめっちゃ爆笑してて、でチンパンジーみたいやなハッハッハみたいなことを言うててん、その友達が。でそれを先生が聞いてて、なんか言われんの嫌ですかって聞いたら、別にって感じだったから、あいいのねいいのねと思って、で他の友達がサイって言ってん、その先生のことを、あ確かにと思って、でサイの方が嬉しいかもしれへんなと思って、もしかしたら、えサイの角って何、ちょっとそれ考えてて、サイの方が嬉しいかもしれへんと思って、サイとチンパンジーどっちが好きですかって聞いたら、チンパンジーかなって言うから、チンパンジーの方が好きなんやって思って、チンパンジーにしました。理科の先生です、イエーイおめでとう。理科の先生が動物園入り、新しい先生で2年目、教師歴が2年目、やし私の学校に来たのも2年目、新しい先生、絵描いてあげるわ、賢い賢い、頭いいらしいで。そうそう理科の、なんかわからんなと思ってたけど、爪なん、私イボやと思っててさ、いやろサイの方がいいって言うと思ってん、ここに爪あるの、それとも成分かってこと、あれはサイの爪、え爪でもここにも悪くない、手のあったよいしょ、ここにあるはず、しくじり大百科なんで持ってんねん、なんでこんなちょうどいいとこに持ってんねん入ってたっけここに、違う本かな、毛かこっそー毛か待って、サイ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 、毛かくっそー毛かイボやと思った、じゃあイボは何やろ、ちょっと待ってな、サイがおらんな、もうちょっとなんか目次とかにしてくれたらいいのに、あいう順がバラバラやから、まあ見つかれ、ちょっと待ってな、サイ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 、あった、あー違う、サイやけど火を見つけると消さずにいられない、へえ、えそこに一緒に書いてないかな、書いてないか、うわサイ乗ってないかも、もしかしたら、せっかくだからサイのページ開こう、あゴリラや、書いてないよな、書いてないわ、じゃあこの本じゃなかった、なんかこういう系って何冊かあるよな、うわ懐かしい、パンダのふんわみたいなやつをさ、小3の時の自習ノートに書いた、懐かしい、
書いてないよな。じゃあ違う本ですね。そう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 。髪の毛とケラチンが、くっそ髪の毛か。え、じゃあイボは何やったっけ。悲しい。まあいいや。はあ、爪か。そう、理科の先生がね、新しく入りました。祝福、また絵日記で新しく登場させるわ。登場させて見せたいけど見せる手段がないねんな。チンパンジー、チンパンジー、結局選ばれたのはチンパンジーだったから。で、なんか名前が何になったんだっけ、フルフルっていう名前になった。なんか友達がなんかのアニメかなんか分からんけど、フルフルに似てるって言って。怪物なんやけど、目がなくて口がなんかこんな感じでニョロンってしたフルフルっていうんかな。私は見たことないし何のアニメかも知らんねんけど、なんかそれのフルフルに似てるって言い出して、あ、モンハンって言ってたかな。そう、やばいね、なんか見た目が怪物みたいなやつ、それに似てるって言い出して、モンハンか、モンハンって何か分からんけど、なんかそれのやつに似てるって言い出して。でも動物園やからさすがにそれはちょっとないなーって思ったから、でも嫌やっていうのもさあれやからさ、あ、じゃあ分かった、動物をチンパンジーで名前をフルフルにしようって言って、だから理科の先生はこれからフルフル先生です。今までペンギン先生とかクマさん先生とかやから、チンパンジー先生になるところがフルフル先生になりました。分かってな。フルフル先生から三章王みたいなやつ、あー、フルフル先生で分かってな。これからフルフル先生から、あーあー、ショールームの配信の写真めっちゃ笑ってるよな。笑うやつやね。なんかな、徐々に真顔から笑顔にしていくみたいなやつで、そのカメラマンさんがめっちゃおもろくて、おもろすぎてさっき笑っちゃったから、あ、いいねいいね、めっちゃ面白いじゃん、いい感じじゃんって、面白いには言ってない、いい感じじゃん、さっき笑顔のやつ撮っちゃうって言って、でさっき笑顔のやつ撮って、ちょっと一段落して落ち着いてから、あの普通の顔のやつ撮った。めっちゃおもろかったよその人。うん、また先生まとめるわ。フルフル先生はそうやな、彼女おる、だっけな、どんな人、若い、ペンギンより全然若い、若いなって感じ。なんかお前が言うなよって感じやろうけど、え、そう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 、ちょっと距離あったんやけど、最近仲いいっていうか、私が急にあるんだだけやけど、なんかちょっと喋るようになった、慣れてきたかなって感じです。私が多分な、向こうからは、まあ、遠慮気味やったけど、最初からずっと私は、あ、その最初、あ、はそうそうそう、あるな、思い出した、彼女情報で、あるな、ペンギンな、ペンギンな、おらんやって。おりそうな言い方しておらんねんって。でも事実かどうかは分からんから、明日もし来てくれたら聞きたい。おらんねんって。今日なんか柔軟剤の匂いがきついってなって、ペンギンの、まあまあまあ、そういう、そうやと思うよ私も。けどなんか彼女に洗ってもらったんじゃねみたいなやつをクラスのコーラで言ってて、ペンギンがおるときにな。んでなんか、あー確かにそうかもしれんなと思ってよく聞いてたら、なんかおらんよみたいな感じだったから、でも全員の前で言うときはあの人はすぐ嘘をつくからどうかわからないよって思って、そう、
だからおる可能性もあるなって私は思ってる。だってあの人すぐ嘘つくし、全員おるとこで本物、本物っていうか本当のこと言うとも思わへんし、だからどうなんて。だって今までやったらもうちょっとさ切れ気味でさおらんわって言ってたけどさ、今回は若干笑っててんよ。で2回目言わんかったん、おらんおらんだるいとかじゃなくて、なんかおらんわって言ってたから、えちょっと怪しくないって思ってるちょっと怪しいんじゃねって思ってる。おもろい、明日来てほしいわ。ほんまにおもろいでな、ちょっと怪しいんじゃないって思ってるおもろ、聞きたいわ。いや柔軟剤は昔からきつかった。えきつかったっていうか匂いするなって思ってた。ペンギンの匂いするなって思ってたよ。柔軟剤割と使うタイプやった、昔のオラン時代から。俺失恋したんかなとか言ってる時代から使ってた柔軟剤は。だから別に変わったわけじゃないけど、言い方がさ怪しかったからさ、あれって思って、明日来てくれへんかな、なんか家から来てほしいな、ほんまに1年記念やから来てよ、お願い来てほしいな。学校に電話しようかな、もしもしペンギン先生今から配信に来てくださいって言ってほしい。で何の話してたっけ、理科の先生まとめるなって話、何の話してたっけ、脱線したわ。彼女じゃあ、理科の先生の説明や、どんな人か。明日割と早い時間から一日やろうと思ってる。ほんまに長時間やりたいなって思ってるけど、わからないな、話が尽きたら終わるし。でも割と長くしたいなって思ってる。せっかく記念の日やし、1年に1回だけやし、するつもりないから、だからそんな頻繁にさ長時間配信するつもりもないから、暇やったらやったらいいと思うけど、だから基本は長い時間やろうと思ってる。どうしようかな、どんなんやろフルフル先生、フルフル先生はあ、そう、最初はなんかどんな先生かわからんかったから、なんかちょっと様子見ようと思って、自習ノート出した時に、自習ノート出した時に最後のちょっと空いたスペースに、フルフル先生は何の動物が好きですかって質問して、で枠組み書いて、忙しかったら答えなくても大丈夫ですびっくりマークみたいなのを書いて提出してん。でそれをな見てな、結構喜んで、え、ノート見たでみたいな感じやって。で、めっちゃおもろい。で、なんか割としっかり書いてくれてて。そのノートあるかな？わからんけど、もうとりあえず書いてくれてて。で、おもろいなぁと思ってて。なんか、アザラシとかも好きやけど、何が好きって言ってたっけ？ダイオウグソクムシが好きって。個性派すぎる。でも私も好き、ダイオウグソクムシ。わかるよ、わかる、めっちゃわかる、めっちゃわかるねんけど、それ行くかって思うんで、めっちゃおもろいやんって。でしっかり目に描いてて、割と字デカめで、ヤクマさん系のタイプではない、マニアックやなって、めっちゃこの人さちゃんと描くタイプやなって思って。フルフルはどうなんやろ、カタカナ、カタカナかな、だってうん、カタカナかな、ひらがなちょっとめんどくさいからカタカナで。でさ、めっちゃおもろい、そう書いてくれて、出してくれて、でな、なんかめっちゃ嬉しそうに、自習ノート見たでありがとうみたいな感じやって、って一瞬やったから、そのすれ違いざまみたいな時に言われたから、何のことかわからんかってんってなってて、そういえば自習ノートにあんなこと書いたなって思い出して、あれやったんけど、そう、そのくらいの距離感やってん最初。
なんか初めましての人には基本なんか真面目な可愛らしい生徒で言ってんの。なんかあのペンギンみたいにさ、あのおい黒島みたいな感じのさあれになってしまったらさ、ちょっとめんどくさいから、めんどくさいってペンギンがめんどくさいわけじゃなくて、なんかよく思われてる方が最初は楽やんだって。若干甘えるから、なんか何かがあった時に助けてもらえるかなと思って、若干そのちゃんとその先生に私は仲良くするつもりがありますよ、あなたのことを知りたいですよっていう感じのアピールをしたねん、わざと。ならしっかり目に書いててちゃんと喜んでくれて、おお計画通り計画通りって思っててで、あの最初はだからそれやからさ、猫かぶっててん。で喋る時もなんか提出する時も、あ先生これできましたみたいな、ちゃんとちゃんとした生徒を装ってたねん。けどそろそろいいかなと思っていじり出して、そういじり出したからちょっとその壁を切った、そろそろいいかなと思って私がいじり出したらあの距離感が縮まるあれやからちゃんとその最初は計画通りやって、よしよしこれでなあ最初印象よく始めれるなと思って、第一印象よくこの生徒はいい生徒やっていう印象を残せるっていう考えてな提出したら、もうまんまとまんまと引っかかっていったから引っかかったって言ったらいいけど、だからいいスタート切ったけど、そろそろ終わろうと思っておもろ、ほんまにまんまとさ引っかかるからさ、おもろいわーと思って、面白いよなうん、つかめばっちりそろそろ打ち明けてきたから、打ち解けてきたからおもろ。でもたまになあれね、なんか活動のこと興味あんのかな聞いてくる、なんかやっぱり大変とか言って何その大変って、大雑把すぎるやろと思って、めっちゃおもろい、ほんまにおもろい。あのな、大人転がすの好きひどいな、なんか大人っていうか人間転がすの好き、おもろない。だってめっちゃおもろいね。あのな、あれ何の話だと思ったっけ、あそうそうそう、大変って聞いてきて、なんか早退の時やったかな、違う、あの私がリハ期間で学校全然行ってなかった、体育の授業受けてなかったから自給走一回も走ってなかった、でそれの補習を全部受けた後に行って、教室空いてなかったから開けてもらって、それの帰りの時にボソボソの状態でやで、ほんまに一番喋りたくない時に喋ってて、大変みたいな、大変って何と思って、何がって思ったけど、はーいって言ってやってて、そう大変じゃないよねと思って、めっちゃおもろい一発目なんか喋るの下手と思って、めっちゃおもろない、だってさそんな 大変じゃないやねと思って、おもろいわ、めっちゃおもろかった。悪い女ですか、わからない、いい女です。小悪魔、え、おもろない、え、だって転がすのっておもろない、わあこの人絶対このこういう変身しようと思って悩んでるなみたいな、めっちゃおもろない、こういう返答をしようか悩んでるんかなみたいな、おもろい。フルフル先生ほんまにおもろい、転がしがいがある、ペンギンはいじりがいがあって、フルフル先生は転がしがいがある、あ魅力的です、よかったですめっちゃおもろいねんな、つかみ最強やったからな、いいスタート切ったからほんまにおもろい。桜田さんは別に転がしてない、タイプ違うな、若いなって感じ、なんかペンギンはよう分かれへんねん。フルフル先生はだって2年目やもんな、若い、普通に大学生やで、大学卒業してちょっとすぐとかやから、握手会とか来てほしいわ、でも彼女おるから来おへん気がするな、公演とかも
なんかそんなお金持ってるイメージないひどい若いし、なんかそんな、あでもライブとか好きやな、なんか歌手のライブとか行ってたから。いやでもアイドルは別に好きじゃないと思うな。普通に歌の人のとこ行ってた。何行ったんか覚えてないけど、おもろいわ、ほんまにおもろいわ。そうだから、でもどうやろうな、来てくれるかな。卒業した後やったら来てくれると思うで。在校中は普通にやかんやんから聞こうへんと思うけど、どうやろうな。アイドルは見に行ってないと思うわ。あーおもろ、疲れた。めっちゃ喋ったわ。明日ペンギン来てくれるかな、来てくれるかな。なんか部活の試合らしいね、お昼まで。お昼までって思って、お昼までやったらもしかしたらいけるんじゃないとか。来てほしいな。みんなも見たやろ、開始時間な。行きたい、そうやでな。でもまだ決まってないねんな。フルフル先生の部活野球部やったと思う。でも顧問じゃないと思うな。見たやろ、ほらみんな見たいって言ってる。ほらほらほら、あ部活の顧問やで、ペンギンは。ダンバスやったっけ、ジョバスやったっけ、ダンバスかな、ダンバスの顧問。試合なんだそうですよ、明日のお昼まで。だからお昼終わったらできるんじゃないのって思ってるけど、来てたら教えるよみんなに。うわ来たって多分な、こうなると思う。あ10期候補生のショールーム始まる明日から。見る、あじゃあ鑑賞会するタブレット持ってきていいやん。あ来てくれるかな、何時からにしよう、どうしようかな。確かにペンギンがバスケットボールみたいな。いやバスケのボールここに当たって鼻折れるってダサすぎるやろ、びっくりするわダサすぎるやろ。そう何時からか今考えてるねん。何時からがいい逆に。いやあんまり朝早すぎたらしんどいから、何時にしよう。でも逆に朝しか行かれへんみたいな人がおったらあれやから、どうします、何時がいいですか。鑑賞会、あの私がイヤホンをして自分だけ聞く、多分な勝手にさ、知らん子流したらさ、だってその子が受かるとは限らんからさ、落ちたのになんか黒島さんの配信に映っちゃってるんだけどみたいになったらさ、大変なことになるからさ、大変なことってかなんかさ、あんまり良くないかなと思うから、見る、鑑賞会するんやったらイヤホンしてやる。夕方がありがたい、夕方もすると思う。でも朝はそんなおらんかみたいな人、じゃあ10時とかからでいい、とりあえず10時にしようじゃん。そっから起きる時間によるゆっくり寝たい、ゆっくり寝たいから、確かにそっちは2画面にできるもんな。それで星投げてたよ。でもあれは普通にメンバーやん、まだ候補生やん10期は、だからあかん、映っていいかわからんもん。
分からん、一括にしようと思ってるけど途中で切るとかもあるかも。だからご飯食べるとか なんかどっか行くとかあるかもしれんけど、一応は一括で行こうと思ってる。休憩とかはあるかもしれん、もしかしたら。中3、うん、まあ、どっちでもいいけどな別に。正味もおるけど、多分おると思うけど、だってささすがにおるやろ。中3って一番おりそうじゃない？そういえば今日なんか知らん子に家までついてこられた。こうま、なんか言ったっけこれ、なんか友達と帰ってて二人で、んならなんか後ろの人がさ、話して会えてるみたいなことをさコソコソ言ってんの。コソコソっていうかめっちゃでかいけど声聞こえてんのこっちまで。いやもうなんか気まずいなってさ、見合わせてさ友達と、で気まずかったからとりあえず私の家に寄ってん。あの友達の家は私の家を通り過ぎたとこやから、とりあえず私の家の前まで行ってん。なんか目見てたら来てくれたから、で家まで行ったらなんかついてきて、なんかついてくんねんけどって言って喋ってて、でなんかどうするみたいな感じやって、どうするも何もなんでのせいでいいねんと思って。で女の子たちなんやけどな、3人グループで、でなんかすいませんって言われたから、はいって言って後ろ向いてなんかにゃーみたいな感じで、ね、そないな普通の人間やけどと思って見てて、ならなんかアイドルですかって、はい、やっぱりそうだよみたいなこと言ってて、別にアイドルやから言うてもな知名度もないただの人間と同じようなもんやと思ってたんけど、どうするみたいな感じやって、でずっと気まずいんだけどみたいな、こっちが気まずいねんけどと思って、なんでさ勝手に家のさ前までさついてきてさ、え気まずいって言われて、もうさ友達が一番気まずいし、だって立場がさ、なんかえってのどうするみたいな、なんかこっち二人ものすごい気まずいし、そっちも気まずいって言ってたらもうすごい気まずいねんけどみたいな感じやって、でそうほんでなんか気まずいって言われてさ、うんうんうんって待っててん、なんかしゃあないから待ってて、なんか人騒ぎして戻ってってんけど、おもろかった。なんか切って気まずいって言われたの初めてやからさ、なんか上の学年がおるときは1年のときかな2年のときかな分からん、1年のときか3年が降りてきて、なんかあの子じゃねみたいなうわあってん、でクマさんに大変ですねってめっちゃ一言みたいに言われて、で2年になった時に1年の子がなんか来てノリで呼び出されて、どうしたのって聞いたら、1年の子だからさどうしたのって聞いたら、なんか何も喋れへんねん、なんやねんと思ってね、しかもそれさ1年の子だけが呼び出したらいいけどさ、同い年の子がさくらって来て、で何って言ったらその子やってっていうのはあってん。それは学校内やん、家とかじゃないから。けどその家までさ来たからさびっくりと思って、だってその子らもさ通学路ってことやん、そこ通って帰るってことやろ、え、もう完全にバレたくない、大丈夫、女の子やけどって思ったけど、その子たちにモラルがあるのかどうか、モラルがなかったらもうその情報は全てにばらまかれるけど、さすがにあると思うで、中学生やからな、そんな簡単に言わんと思うけど、どうかな、ついてくんねんけどっておもろかった。しかも気まずいって言われたからな、おもろかった。同じ学校の子やと思う、同じ学校やと思う、だって同じ制服やったもん、見たことある顔やったもん
そら通学路一緒やったらな、見たことあるわな、そら。モラルがあることを祈る。めっちゃついてこられたの初めてなんやけど、めっちゃおもろい。あーもろやろ、ここだけの話やでとかで広まりそうな気すね。私はそれで友達に広められた、アイドルやでって。なんかそう、大して仲良くもない子に小学校の時になんか他校の子に言われて、もともとバレエ一緒やった子までだから知ってて、でその子と1年で揉めてんけど、いろいろあった。それ普通言うって。まあいいけど別に。なんか TikTok 見てます、1人目、2人目、 TikTok 見てます、ありがとうございます、3人目、インスタ見てますって言われてさ、インスタしてないねんけどってなってさ、めっちゃおもろい。知らんかったら言わんでいいってって思ってんけど、インスタ唯一って言っていいくらいのさ、ほぼやってんのにさ、ほぼ SNS やってんのにインスタだけやってないのにさ、そこ言うからさ、めっちゃおっぱいやんと思って、唯一やってないの選ぶと思って、絶対知らんやろ私のことって、めっちゃおもろい。ほんまそこって、ほんまにおもろいな。めっちゃおもろかってさ、絶対知らんやろ私のことと思って、ほんまにほんまにほんまに。いや同学年じゃないよ、同学年の子も見てるけど、ほんまにおもろいわ。なんでインスタにしたん。おもろ。 TikTok はやってるよ、最近投稿してるしな毎日。うん、わかるわかる、見てくれてるんよな。まあ若いしな、インスタじゃないわ、 TikTok やるな。うんうん、3人目インスタ。いやインスタ流行ってるのはわかるよ、若い子のアプリやよな、それはわかるんやけどさ、やってないからさって思って、めっちゃおもろない、絶対知らんのに言ってきてるやんなと思って、ミーハーだねほんまにおもろい。インスタのくだりめっちゃおもろかった、友達と爆笑やってんけど、やってないもんだって。あーおもろ、ほんまにおもろい。しかもその子が最後やったからさ、3人のうちの、ほんまに落ち感すごい、ほんまにおもろい。なんかその子いわく公式を見たらしい。ああね、なるほどねって。おもろ、めっちゃおもろいわ、ほんまにおもろいわ。っていうのがありました、今日は面白かった。ランキング読みます。13位、 違う、13位 KG6033、 ありがとうございます。12位まきこさん、ありがとうございます。11位上田和樹さん、ありがとうございます。10位 RC さん、ありがとうございます。9位オレオーズさん、ありがとうございます。8位マチカネクキタルさん、ありがとうございます。7位佐藤くんさん、ありがとうございます。6位ヤスさん、ありがとうございます。5位なべちゃんさん、ありがとうございます。4位せいくんさん、ありがとうございます。3位若春さん、あれ、ありがとうございます。2位ポンさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。急にランキングも、そう今日の話やで。あーもろ、あーおもろかった。でもな、なんかな、あの人アイドルだよねみたいなのを下校中に言われたことはあるねん、後ろでこそこそ聞こえてんねんけど、全部はあったね、今までも何回か。なんか気まずいからさ、早足で歩いて帰ってんねんけどさ、ルームス見てますわないさすがに、中学生やしな。そうはあったけど、家まで来ることはなかったからびっくりと思って友達おってよかったってなった友達おらんかったらほんまに気まずかったんけど、びっくりするわ、もうよかったその子おって、友達がよかったですね本当に。はあ、握手会来たら、あそれは全然いいよ、次の日から学校気まずいけどな、別にその子同級生じゃないし何でもいいよ、有名人じゃないよ、たまたま広まっただけやで、その大して仲も良くない子が他校にも広げたから、その他校でも広がって上下にっていうのがなんか広まっただけで、
だから私の学校とかだけちゃう知ってるのは。ほんま、なんかいっぱい言われた。でその広めた子からは誕生日いつも連絡来る。また遊ぼうねって。うん、ありがとう、また遊ぼうねって返すけど遊んでないまだ。いや違うねん、その子が嫌とかじゃなくて普通に二人で遊ぶっていうのが苦手やねん。女の子なんやけど苦手やねん、ただ遊ぶの遊ぶの苦手やねん二人で。だからアンジュさんとかしおりさんとか行こうねって言ってくれてるけど行けてないねまだ。よしよっこいしょ。おもろいわ。終わります、さようなら。あーおもろ、バイバイ。じゃあ明日はとりあえず10時で。でももうちょっと寝たいってなったら遅くなる。PS、PTSD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 、OK、終わります。さよなら。バイバイ。チンパンジー覚えといてな。フルフル。さよなら。